こんにちは。今日は少し変わった模様編みでトップダウンのプルオーバーを作っていきます。襟ぐりからぐるぐると続けて編んでいきます。肩を剥いだりファキを閉じ合わせる必要がないので簡単です。今回は襟ぐりを広くして横幅も広めにして全体的にゆったりとしたサイズで作っていきます。その襟ぐりの広さになる鎖の数も図に書いてしっかりと説明していくのであまり難しくありません。襟ぐりの広さも横幅も長さも簡単に好みに合わせることができます。とても楽しい編み方なのでよかったら試してみてください。使用する糸はセリアさんのきらめきコットン、カラーナンバーは3番、綿とポリエステル、 20g で約 48m、 使用かぎ針の目安は3号から5号、これを今回は7号でゆったりと編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず作り目の数について説明します。同じ糸で編む場合には鎖を118、鎖を118編んで1周目は細編みを編んで、その細編みに4箇所マーカーをつけます。マーカーをつける位置は23番目、38番目、23番目で元に戻ります。この4箇所で増し目をして広がるように編んでいきます。これが同じ糸で編む場合、この場合だいたい70センチになります。ただ同じ鎖の数で編んでも力の加減によってサイズは変わってきます。あと好みによってももっと狭くしてもいいと思うので、その場合はサイズを変更します。これがサイズを変更する場合や違う糸で編んでいく場合、まず鎖を編んでいきます。この鎖を輪にして好みの広さにします。この長さはだいたい頭が通るぐらいが56、それと肩から吊り下がらない長さがだいたい70センチぐらいかと思います。この56から70センチを目安にして好みの長さを決めます。これは好みなのでもっと長くても綺麗になると思います。で、次はこれを2つに折り曲げます。これをまた長方形を作るように半分に折ります。これが襟ぐりの形になります。で、計算しやすいように半分に折ったパターンで考えます。この比率はだいたい3対2から2対1ぐらいがいいかと思っています。細長くすると広くて浅いボートネックに近い感じの襟ぐり、これを正方形に近づけると丸い形に近づきます。私は今回3対2と2対1の間ぐらい、こっちで見るとこんな感じ、これぐらいが無難で綺麗に見えるかと思います。で、この長さが決まったらここに V が何個入るかを考えます。 V は鎖3つで1つの V ができます。鎖3つで1つの V なので、この短い辺に V が何個入るかを計算します。その計算の仕方は3の倍数プラス2、
これが短い辺の鎖の数。3の倍数プラス2。これをこの鎖に当てはめて、ちょっと増やしたり減らしたりして、これに合うようにします。で、こっちも同じ。3の倍数プラス2。これが長い辺。3の倍数プラス2。で、V の数をこれに合わせます。で、この短い辺と長い辺の鎖が決まったら、この式で全部の鎖を計算します。この作り目の数は、長い辺、短い辺、それをこっちにもこっちにもあるので、かける2。それと4箇所ダブっているので、マイナス4。これが作り目、最初に編む鎖の数になります。作り目、長い辺、短い辺、かける2、マイナス4。こんな感じで計算します。試しにこの図で計算してみると、長い辺の V の数は、1、2、3、4、5、6、7、8、3の倍数かける V の数、24、プラス2、26。これが長い辺の鎖の数。ここには鎖が28個必要になります。短い辺は V の数が1、2、3、4、5、3の倍数かける5、15、プラス2、17。短い辺は鎖が17。最初の鎖の数はこんな感じで計算します。長い辺の26、17、合わせて44、かける2で88、マイナス4で84。こんな感じで計算します。必要な数だけ鎖を編んでいきます。で、この時の糸端は少し長めに残しておきます。これから鎖を編んで輪にして、さらに細編みを編んでいくと、この輪にした時のつなぎ目が少し段差があるので、この糸端を隠しながらなだらかにしていこうと思っています。針でこんな感じにとなだらかにしていきます。なのでちょっとだけ長めに、普段よりもちょっと長めに糸を残しておきます。ここから鎖を編んでいきます。この鎖はゆったりではなくて、普通ぐらいの加減で編んでいきます。見やすいように小さく編んでいきます。鎖編みが終わったら、ねじれていないか確かめます。一つ目の鎖に引き抜いて輪にします。これが一つ目の鎖。表ではなくて、裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに引き抜いて輪にします。で、長い方の糸で、まず引き抜いて、もう一度引き抜いて、これで輪になりました。ここは表が上になっています。半分だけねじれて、こっちは裏になっています。このままこの裏に針を入れて細編みをしていきます。ねじれるのと、あとちょっと面倒なんですが、裏山に針を入れて襟ぐりを作っていくと、この断面が鎖の表になるので、こっちの方が綺麗なので、
裏に針を入れて細編みをしていきます。まず1つ目の細編み、鎖を1つ、根元に細編み、これは今引き抜いたところ、ここに細編みをします。これが1つ目。分かりにくくなるようであればマーカーをつけます。隣も細編み、次も細編みで一周します。一周編んでここまで、細編みを続けてスタート地点まで来ました。残っている鎖はこことここ、今ここまで細編みを編んでいるので、次はここ、次はここ、ここに細編みをしていきます。次はこの鎖の裏側、でこれで数を数えてみて、最初に編んだ鎖の数と同じであれば大丈夫です。次はこの細編みと細編みを引き抜いてつなぎます。その前にこれがねじれを直します。どうしてもねじれていると思うんですが、このねじれを直してつなぎます。一つ目の細編みに引き抜きます。これで1周目の細編みが終わりました。で、後でこの糸を使ってこの部分をなだらかにしていきます。次から模様編みをしていきます。その前にマーカーをつけていきます。次はマーカーをつけていきます。この4箇所にマーカーをつけます。まず今糸が出ているところ、表が上になっています。この糸が出ているところのこの1つ目の細編み、ここにマーカーをつけました。次はマーカーを含めて数えて23番目、マーカーを含めて数えるので1、2、3、4、5と数えていきます。次はここ、またマーカーを含めて数えます。これが1、2、3、4、5と数えていきます。これが38番目、次はここ、またマーカーを含めて数えます。次はマーカーを含めて数えて、1つ目のマーカーが38、
これが一つ目で、さらに38でもあります。これでマーカーがついたので模様編みをしていきます。まず鎖を4つ、1、2、3、4、同じところに長編みを1つ、これで鎖4つと長編みで V ができました。ここにマーカーをつけておきます。次も V を作っていきます。次は足元、1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、長編み、鎖、同じところに長編みで V を作ります。これで V ができました。次は足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に V、 1、2、3、鎖1つ、同じところに長編み、これで V ができました。最初は V と V の間が細編み1つ、次は細編み2つ、このマーカーをつけたところ、この両脇は細編み1つずつ、それ以外は足元の細編みは2つずつ開けていきます。次も足元2つ飛ばして3つ目に V、長編み、鎖、長編みで V、 次も足元2つ飛ばします。1、2、3、でこのマーカーのついた両脇では足元1つ飛ばします。こっちは2つ、ここは1つ、1つ飛ばして2つ目に V、 1、2、同じところ、でこのマーカーは付け替えておきます。で両隣が1つなので、ここも1つ飛ばして2つ目に V、 また足元2つ飛ばして3つ目に V、またマーカーの両隣は細編み1つ、こっちも1つで V を作ります。足元1つ飛ばして2つ目に V、
マーカー。で、マーカーの次も一つ飛ばします。1、2、次からは足元を2つ飛ばして3つ目。このまま V を続けていきます。ここからスタートして、ここを通って、ここまた V の両隣は細編み1つ飛ばします。こっちも1つ、でぐるっと編んでスタートしたところまで戻ってきます。 V を編んで1周してきました。足元を見ると細編みが1つ残っています。このまま最初の鎖の下から3つ目、引き抜いて、これで2周目の V が終わりました。次は3周目。3周目はこの V に針を入れて長編みを3つ打つ。この V の中に針を入れて糸を出します。糸を出してきて、これをかぶせるようにして引き抜きます。これで V から糸が出ました。ここから長編みの代わりの鎖を3つ、3、また V の中に針を入れて長編みを2つ、 V の中、もう1つ、でマーカーを付け替えておきます。次も V の中に長編みを3つ、1、2、3、こんな感じで V に長編みを3つ打つ。で次も3つ、次も3つ、このマーカーをつけたところも長編みを3つ、次も3つ、次も3つ、このマーカーのところでも数を増やさないで全部3つずつ、ここも数を増やさないでぐるっと編んで最初のところまで戻ってきます。長編み3つずつ編んできました。最初の鎖の下から3つ目、引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目は X の形の編み方をしていきます。まず隣に移動します。このまま隣、糸を引き出してかぶせるようにして引き抜きます。これで糸が1つ移動しました。もう一度同じように隣、糸これでこの長編み3つの3つ目に糸が出ました。ここから鎖を4つ、1、2、3、4、鎖を4つ編んだら1つ目のこの鎖3つ、1、2、3、この3つ目に長編みをします。1、2、3、ここに長編み、糸を引き出して
で長編み、これで交差した長編み、この鎖3つは長編みの代わりなので、これで交差した長編みで、マーカーを付け替えておきます。次も交差した長編み、この長編み3つの3つ目、ここに長編みをします。伸ばして長編み、鎖、もう一度長編み、この一つ目に長編みをします。ちょっと戻って一つ目、伸ばして、でこんな感じで編んでいきます。次も一つ目はここ、二つ目の長編みはここ、伸ばして長編み、間は鎖、二つ目は一つ目、次も一つ目の長編み、二つ目の長編み、間は鎖一つ、次また鎖一つで一つ、次はマーカーのところ、マーカーのところでも数を増やさずに同じように編んでいきます。一つ目、一つ目の長編み、次は二つ目の長編みは一つ目の長編みの上で、マーカーを付け替えておきます。でまた同じ、で次も同じ、またマーカーのところでも数を増やさずに一つの長編み、次も次もぐるっと編んで最初のところまで編んでいきます。一周編んできました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで4周目が終わりました。次はこの V を編んでいきます。 V のところでは数を増やして編んでいきます。まずこの最初のこの X の真ん中、ここから糸を出して V を編んでいきます。この X の真ん中に針を入れて糸を移動させます。これで真ん中から糸が出ました。 V を編んでいきます。まず鎖を4つ、 1,2,3,4、 この真ん中に針を入れて長編み、これが1つ目の V。 次はこの隣に半分の V を作ります。この V の隣、鎖を1つ、同じところに長編み、これで V と半分の V、 次から1つずつ V を作っていきます。この真ん中、
今までと同じ部位、次も赤のついているところ、ここでは V と半分の V、 今度は両脇に半分の V、 まず赤のついているところ、長編みを一つ、鎖を一つ、長編みを一つ、鎖を一つ、また同じところに長編みで、もう一つ鎖、同じところに長編み、これで V とその両脇に半分の V、 こんな感じで増やして広げていきます。ここは数を増やさないで、 V のところだけ数を増やして広げていきます。でマーカーを付け替えておきます。次また一つずつ同じように V を編んでいきます。次のマーカーのところまで V を編んでいきます。3つ目のマーカーのところまで来ました。またマーカーのところでは V と V の半分、まず長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、これで V と V の半分、 V の数が増えました。広げて編んでいきます。でマーカーをつけて、次から一つずつ今までと同じように編んでいきます。次のマーカーのところでも同じです。4つ目のマーカーのところ、ここも V と V の半分、ぐるっと編んでスタート地点まで戻っていきます。最後は最初の V に半分の V を作ります。このマーカーのついたところが V、 その両脇に V を作ります。同じところに長編み、鎖を一つ、最初の鎖の下から3つ目、引き抜いて、これで V と V の半分、5周目が終わりました。次は6周目、6周目はここと同じように長編み3つずつ、この模様を繰り返していきます。でまたこの部位に針を入れて糸を移動させます。長編み1つの代わりの鎖を3つ、長編みを2つ、この
V の半分にも長編み3つ、ここに1、2、3、これで長編み3つ、次からまた同じように長編み3つ、次も3つ、次も3つ、3つで、この V の半分にも長編み3つ、この V にも長編み3つ、1、2、3、またこの V の半分にも長編み3つで、ぐるっと数を増やさずに V のそれぞれに長編み3つずつ編んでいきます。ここまで編んでいきます。長編み3つで1周してきました。最後はこの V の半分、ここにも長編み3つ、最初の鎖に引き抜きます。1、2、3、で、次はこの X の長編み、また同じように編んでいきます。今この長編み3つの1本目、隣に糸を移動させます。もう一つ、これで3本目から糸が出ました。鎖を4つ、1、2、3、4、次はこの3つの1本目、この鎖3つ、下から数えて3つ目に長編み、1、2、3、ここに長編みをします。きちんと伸ばして長編みで、次また同じように1本目、2本目、鎖で、さっきと同じようにこれで一周します。で、最後はここに X の上はまた V は数を増やします。 V と両脇に半分の V、 この長編み3つと X は数を変えずに V のところだけ V を増やしていきます。これを繰り返していきます。繰り返していくとこう広がっていきます。これをしばらく編んでいきます。細編みから数えて19周編んできました。19周目はこの X の形になっています。私は説明しやすいように V まで編んでいるんですが、実際にはこの X のところでストップします。長さは約20センチ、これはまだ脇の下をつないで袖ぐりを作るのには短いんですが、一旦休んで一つ工夫をしていきます。でしなくても大丈夫ですが、ちょっと手間がかかるんですが、やった方が綺麗にいくかなという方法があって、切る時の状態に折ります。
この長い辺が胸に当たるところ、短い辺が袖、何回か体に当ててみたんですが、この袖の三角のところ、これがちょっとこう浮き上がって気になるので、ちょっと工夫をして目立たないようにしていきます。その方法は今までこんな感じで編んできていて、 V と V の半分、この両脇の V の半分の袖に近い方、袖寄りの方、この V の半分をなくしていきます。こっちはそのまま、こっちはこれをなくして模様編みを続けていきます。そうするとこの部分が広がらないので、ちょっとだけこんな感じになっていきます。これはもっとこの段階やこの段階、ここでしてもいいと思います。私はここぐらいから始めていきたいと思っています。で、袖に当たる方、 V と V の半分、こっちも V の半分、この V の半分の袖の方にマーカーをつけておきます。 V の下には X、 ここに後で分かりやすいようにマーカーをつけておきます。これをなくしたいのでマーカーをつけていきます。こっちもこの V の袖に近い方、こっちをなくしたいので分かりやすいようにマーカーをつけています。これが袖に近い方にマーカーをつけました。こっちも同じ、これが袖寄りの方にマーカー、こっちも、で、私はこの部位の周がやり直すので、これをほどきます。19周目の X が終わったところから始めます。またこの真ん中に針を入れて糸を出します。ここから V を編んでいきます。鎖を4つ、で、同じところに長編みで V を作ります。今まではこの隣に V の半分を作ってきたんですが、ここではなくして次の X、 ここに V を作ります。次もこのまま V を続けます。マーカーは付け替えておきます。今まではこんな感じで、ここではこの V が一つ、これで次のマーカーのところまで編んでいきます。二つ目のマーカーのところまで来ました。またこっち側の V を減らします。今までは半分の部位を作ったんですが、ここではなくして、まず普通の部位とこっち側に半分の部位、でこっち側をなくしてこっち側を残しているので、
マーカーを付け直すのはこっちの部位、こっちが本来の部位になるので、ここにマーカーをつけます。さっきもここが本来の真ん中の部位で、次から普通に一つに一つずつ、これでまた次のマーカーのところまで編んでいきます。3つ目のマーカーのところまで来ました。次はこっち側の半分の部位をなくします。こっちに半分の部位と普通の部位で、こっちはなしという感じで、まず部位の半分、次は普通の部位、これが本来の部位なので、こっちにマーカーをつけます。で、次からまた同じ、次のマーカーのところまで編んでいきます。4つ目のマーカーのところまで来ました。今度はこっちの半分の部位をなくします。普通の部位、半分の部位、こっち側をなくしたので、ここが本来の部位で、マーカーを付け替えておきます。また普通の部位を編んでいきます。このままスタートしたところまで戻ります。一つ目のマーカーのところまで戻ってきました。またここに半分の部位を作ります。同じところで鎖一つ、最初の鎖の下から三つ目引き抜いて、これで部位と部位の半分、こっちはなくなっています。で、本来の部位のところにマーカー、次はこの部位に長編み3つ、マーカーは付け替えます。次も3つ、次も3つ、ぐるっと編んで、次は X、 マーカーは付け替えます。で、ぐるっと編んで、次はさっきと同じように部位と半分、また袖に寄っている方を減らします。この短い方の袖に寄っている方、こっち側にマーカーをつけて、さっきと同じように V の半分を減らしていきます。これでしばらく編んでいきます。24周編んできました。長さは約25センチ、これぐらいで、次はこのマーカーとマーカーを合わせて脇の下を作って、これで袖ぐりを作ります。このマーカーとマーカーの間は鎖5つでつなぎます。それでだいたい3センチから4センチぐらい、この広さで腕が通るかを確認します。で、多少であればもう少し鎖を増やして、もうちょっと長くすることもできます。で、これで好みの長さであれば、と鎖でマーカーとマーカーをつなぎます。ちょっと上下を逆にして、ここが首のところ、こっちが裾の方、マーカーとマーカーをつないで、で袖ぐりを作ります。ここは胸、ここは袖になるところ、こっちもこことここで、どっちも
同じ色なので、こちら側は違う色にして、で分かりやすいようにしていきます。で今長い糸が出ているんですが、これは切らずに休めておきます。このまま新しい糸を使って鎖でつなぎます。こっちが胸や背中の部分、ここが袖になる部分、このマーカーとマーカーの間を鎖でつなぎます。この鎖3つと長編み2つ、真ん中に表から針を入れます。で新しい糸1回結んであります。糸を引き出して、ここから鎖を5つ、1、2、3、4、5で、この鎖の数はもうちょっと袖繰りを広くしたい時や、あと細い糸で編んでいる場合には5から3の倍数で増減します。なので8とか11とか14で、そんな数にします。で鎖5つ編んだら、次のマーカー、ここが袖になる部分で、次のマーカー表から針を入れます。この長編み3つの真ん中で糸を引き出して、引き抜いて鎖1つを編むようにして糸を切ります。でこの時ちょっと長めに糸を残して切ります。あとでもしここが穴が目立つようであれば、これでカバーしながらで糸端を始末するといいかと思います。こっちもちょっと目立つようであればこう隠していこうと思っています。反対側も同じように、この長編み3つの真ん中、また表から針を入れます。新しい糸、糸を引き出します。鎖を5つ、1、2、3、4、5、反対側のマーカーのところ、また表から糸を出して、引き抜いて鎖一つを編むようにして、少し長めに糸を残して、でこれでと脇の下がつながりました。今までと模様編みを続けたいので、長編み3つの次はこの X の長編み。今糸はこの鎖3つの上、X を編んでいくときには2つ移動しました。1つ目、2つ目。今度はここが1つ目、次は鎖。1つ目、2つ目と移動します。針を戻して、まず1つ目はこの真ん中の長編み、ここに移動します。引き抜いて隣に移動、次はここ、このまま
この時針を入れるのはこの鎖のこっちが2本、こっちが1本、この位置に針を入れます。でこれで2つ移動しました。ここから X の長編み鎖4つ4で2つ戻って、この鎖3つの下から3つ目、1、2、3、ここに長編みをします。これが1つ目の X でマーカーをつけておきます。次も X、 足元2つ飛ばして3つ目、1、2、3、またここでも2本、1本、鎖1つで1つ飛ばして2つ目、この真ん中は鎖1つ空いています。で X、 次また X で2つ飛ばして3つ目、この鎖が1つ目、次は2つ目、3つ目に長編みをします。1、2、3、鎖1つで1つ飛ばして2つ目はこの鎖、これで X ができました。これが脇の下になります。でまた続けていきます。次はここからは今までと同じです。でこのまま次の脇の下まで続けていきます。ここまで編んでいきます。鎖の手前まで来ました。今までこの長編み3つのここからスタートしたので、ここの代わりはここ、ここに長編み、鎖1つで、この長編み3つのこの位置、 X ができました。次も続けていきます。1、2、3、3つ目に長編み鎖で2つ戻って、ここ次またこの長編み3つのここ、鎖で戻って、ここでまた同じように最初のところまで編んでいきます。一周編んできました。最初の鎖の下から3つ目、引き抜きます。これでつながりました。次は V を
作っていきます。また真ん中に針を入れて移動させて、ここから鎖を4つ、真ん中に長編みで V を作ります。でここからは V を増やさずにまっすぐになるように編んでいきます。このまま次の V 全部一つに一つずつ V を作っていきます。このままぐるっと編んで、ここでも数を増やさないで一つで、最後に V を編んだらこの鎖の下から3つ目に引き抜きます。次はこの長編み3つ、数を増やさずに一つに長編み3つずつ、次は X また一つずつ、広がらないようにまっすぐになるように編んでいきます。これでしばらく編んでいきます。鎖を編んだところから数えて15周編んできました。最後は長編み3つになっています。長さは約18センチ。ちなみにこの部分からは43センチぐらいで、私は今回これぐらいで編んでいこうと思っています。私は身長160センチで、これを着ると骨盤の一番広いところぐらい、そことおへその間ぐらい、おへそよりも少し長いぐらいになります。これは好みの長さにしてください。夏のワンピースに合わせるときはもうちょっと短い方が可愛いと思っています。実際に着てみて好みの長さにしてください。反対にもう少し長くしてお尻が隠れるぐらいの長さにしても可愛いと思います。で最後は細編みで2周します。細編みをするので鎖を1つ、根元に細編み、これが1つ目の細編み、次も細編み、この長編みの上、次はこの長編みの上、次はここ、このまま一つの長編みの上に一つの細編みで一周します。一周編んだらこの一つ目の細編みに引き抜いてもう一周、裾を細編みで二周編んできました。最後はとじ針で始末します。とじ針で始末する部分を残して、少し長めに糸を残して、これが最後の細編み、最後の細編みから糸を抜きます。でこれが一つ目の細編み、その隣に手前から向こうに針を入れます。これが一つ目、二つ目に手前から向こうで、この最後の細編み、この最後の細編みに上から針を入れます。これを引き締めて大きさを揃えます。で裏でほどけないように何回か行ったり来たりして糸端を隠します。脇の下に鎖を編んだ時の糸、
この時この長編み3つのこの部分がここら辺が目立つようであれば、何回か糸を通しながら、でこの糸端を隠していきます。ここが広がるので、でこっちも広がるようであれば、この糸で隠してもいいし、この糸に余裕があればこの糸でこう何回か通して伸びないようにします。襟ぐりから出ている最初の糸端、これを隠していきます。でこの結び目をちょっとほどいて、でそれから縫った方がスムースにいくかと思います。でこんな感じに始末をしました。これで出来上がりです。こんな感じに出来上がりました。襟ぐりは浅くて広め、首元が綺麗に見える形になっています。で袖はゆったりとしていて、二の腕が隠れるぐらい、脇の下にはゆとりとして3センチぐらい余裕分があります。横幅は少し広めで、とルースな感じのおしゃれな感じになっています。でこの袖ぐりが少しだけなんですが伸び縮みするので着ていて楽な感じになっています。全体的にゆとりがあって着やすくなっています。模様編みはちょっとエレガントな感じ、編み方はシンプルなんですがちょっと変わった雰囲気になって可愛くなっています。で全体的にもピンクなのと少しキラキラしているのと可愛いイメージになりました。サイズは上から下までは48センチ、横幅も48センチ、この襟から下までは45、襟ぐりは70センチ、袖ぐりは44センチ、使った糸は270g、玉にすると13玉。最後までご視聴ありがとうございました。